どうもセンンチメントの岡田です、えーまあ、本紹介ラジオブログというか、えー、書評ブログというか書評ブログラジオ版というか書評ブログ音声版というかそんなことをやってみたいんですけど、まあ、書評っていうと、まあ、堅苦しいんで、まあ、ただ本を紹介するっていうねだけのことなんですけどね、えー、と今回はですねこの「ブルースの女王ベッシー・スミス」っていう本を紹介してみようと思います。 えー、イレイン・ファインスタインさんが書いて、えー、アラ・コノミさんが訳しましてで山口書店から出ているというこの「山口書店」というね、えー、出版社初めて聞いたんですけど、えー、京都にあるところみたいですねでイレイン・ファインスタインさんがイギリスの詩人であり作家であるとでアラ・コノミさんは、えー、1946年生まれの埼玉県の生まれのまあ えー、津田塾大学の助教授だった 89, 89年の時点ではそうだったようですね。でまあその89年の時点で、まあ、著書がすでに、えー、数冊あったという方で「えー、女のアメリカ」「アメリカン・ウェイ・オブ・ライフ、えー」とかいろんなそんな本を出してたようで私は荒子の美さんのことはこの本で初めて知ったんですけど、えー、もう一冊はアフリカン・アメリカリカン・アメリカン。 文学論、えー、という感じのタイトルの本がありましてそれを、まあ、今ちょっと読んでる途中なんですけど、まあ、それがえっと割と2004年の本かな。えー、で、まあ、ブルースのジョーベッシー・スミスというタイトルでベッシー・スミスさんがあのブルースのね、えー、ブルースシンガーなんですけど、まあ、実際ベッシー・スミスさんの曲聴いてみたら、まあ、割とジャズだなぁと、えー、思って。 んですが、まあ、ブルースっていうその基準その基準が人によって違いますけどどれ何が何を持ってブルースとするかっていうのはあのー、僕はやっぱこうえー、っとライトニー・ホプスホップキンスとかサンハウスみたいにこうギター一本でディリディディディってこうスライドギターでやるみたいな感じがブルースっていうふうにまあまあその偏見ですけどね思って。 ちゃってるんで割とベッシーススミオケがこう、まあ、ジャズバンドなんですよね桶がジャズバンドだからジャズに聞こえてしまうという感じなんだと思うんですけどまあその形式としてはブルースその歌詞の内容とかえー、だからブルースとジャズの間というかブルースとジャズを合わせたような音楽なのかなと。えー 思ってるんですかあブルースシンガーの伴奏ジャズバンドがしてるみたいなことなのかもしれないですねはいまあそんなことはさ,さておきまあでもこうまあ黒人音楽の、えー、歴史上でとても重要な人物であることはまあどのみち間違いない人なんですよねだからこう、えー、今年はそのブルースを研究する勉強する、えー、学ぶっていうのが。 私の、えー、今年の目標個人的な目標だったのでまあブルースに関連する書籍とかねあの資料をいろいろ読みたいなと思ってこの本をね、えー、読んだわけなんですけど、まあ、まあ内容に関して言う,言うとその、まあ、内容っていうか書き方ですよねあのイレイン・ファインスタインさんがその詩人なので、えー、結構こその 文体があのた、えー、と電気ばっかり書いてる電気だけを書くあの電気作家だと結構その、まあ、事実を伝える淡々と事実を伝えるっていう文体にな,なりがちというかそんな印象なんで結構硬いことが多いんですがこのイレイン・ファインスタイズさん詩人なので事実を淡々とこう書いていくっていうよりはあのーまあ、もちろんその電気作家の人たちもこう淡々と書いてる。 えまあ、ちょっと今いよくないイメージで言っちゃったかもしれないですけど、まあ、淡々と書きつつもちゃんと気象転結とか起伏をね考えてあのそういうふうに書く電気作家の人たちも素晴らしいんですがこの人のイレイン・ファインスタイルの場合こう詩人だからこう詩を書いて詩,詩みたいなんですよねやっぱこうただの電気っていうよりこう文章の書き方が文章の書き方がねえー、まあこのちょっと冒頭だけちょっと引用しますけど。 えもうそこからしてベッシーの歌には人の心をとろっかすものはない身も,捧げあ身も心も捧げ甘い,言葉で甘い言葉で誘いかけるという調子もないその声はむしろガサガサしたかすれ声でどさまわりチンピラとの喧嘩なんか雪ずりのピー体験に鍛えられて怖いものを知らないうんぬんかんぬんと続くんですけどもうこの鍵出しからしてなんかこうやっぱ詩人だなあというか。 あのやっぱこうベッシー・スミスっていう存在を一回こう自分の中で消化して、えー、詩人が電気を書くとこうなるっていう、えー、やっぱこうま何、あ、でしょうね僕が電気作家だとしたらなんかこう1900あ1800何年ベッシーは生まれたとかふういう感じで書き出してしまいそうな気がするんですけどやっぱりこうさすが詩人というかあの。 ベッシーの歌には人の心をとろかすものはない身を心も捧げ甘い言葉で誘いかけると一緒にしょうないっていう感じで、えー、始まるんですねこの本はあのー、はいなんていうんですかねまあその甘い音楽期待すんだよベッシー・スミスにみたいな、あのー、それがブル,ースブルースの本質なんだよみたいなことをこう冒頭で伝えてくるわけですねえーまあ、ちょっと現象を読んでないんで まあ、えー、か100%のニュアンスがつかめてるかというとわからないんですがとはいえこの荒のみさんの役も素晴らしいと思いますっていうかやっぱ詩人が書いた電気のや役をするって難しいと思うんですよねなんか言い回しとかあの独特なことが多いと思うんでえー、まあでもこう最後まで割と読みやすくてで割と薄い本なんで1 0 0 100ページ強113ページとか114ページで終わる本なんで割とこうサクッとね読めるんですよねで本,本のこう大きさも小さいんですよね割とえー、なのでもう読んで損はないですもちろんあのまあ読み物としても面白いですしブルースを研究する、えー、方にも必読の書かなと、えー、思いますねまあ取り留めもなく 話してししてままいましたがちょっともうもっとねこう,うまくね、えー、書評本紹介できるようになれるように頑張ります頑張りたいと思いますじゃあ、まあ、すいません今日はこんな感じで、えー、はい「ブルースの女王ベッシースミス」という本の紹介でしたありがとうございます